リーなんですか。
緊急事態宣言長えな。一応今はでもそうなんでしょうね。うん、でもまだあと1ヶ月延長になるでしょうね。どうせあの八王子通るって分かってんの、うん、普通にするか帰りは暗いから。まあ帰りやすいルートで、うん、帰りはいらない。九州やべえな雨、うん、あちこちでさ。腹減ったって。ポケモン GO 開かんで落ちた。開かないんだ。え、やらなくなってた。あ、そっちか。やってないの。うん、開かなくなった。目録が実装されたらやる。あ、まだされてないんだ。されてないんじゃん。あ、そろそろされても良さそうないね。
もうちょっと前か。距離的には短いな。でもうん、なんか短い感じする。何にキャンプ場あんのいいよね。けど混んでんのかな。結構かかるね、1時間で、うん、混んでんじゃない、渋滞してんじゃない、早い話。そう、1時間以上かかる。じゃあ水飲む？いらないですか。スニーカーにレインウェアとかじゃなくて、あの100均のペラペラのレインコート着て、俺はビチャビチャで来るのって100均の男でみたいな感じか。あ、山田こうだ、今日もすぐから行くね。うん、どっちもいいけど、右行きたいな、行ってもいいけど、帰りは怖い、逆に。行きはいいんだけど、森林浴できて。帰り森林浴どころじゃないもん。さっきびっくりしたんだけど、一瞬寝落ちしてたの、自分がびっくりしたんですよ。寝てんじゃねえよ。うるせえな、昼寝してねえにしょうがない。俺昼寝グガーだぞ。ある程度上げるときついな。え？あの動画ね。ああ。さすがにまたなんかピピってきそう。でも昨日の時点来るかもしんないけど。YouTube とかやってそうだけど、やってんのかな。メルカリも寝ちゃったよ。300m 先の左折。
たくない。あたちゃん。俺なんか中華屋さんの匂いから入ってくるんだけど、なんか。あたちゃん。ね。進んでるよ。おい。お腹が空いちゃってない？そうでもない。お腹減ってるよ。あれ見ろ。渋滞してますって言うでしょ。早い。あ、赤になった。びっくりした。やべえと思ってた。油台駐車場駐在所か。あれ駐在所。うん、でしょ。ねえじゃねえかよ。家の中にいんじゃないの。家の中。家の中。してるんだぞ俺は。なんで？あったかいここいいな。車の運転してるのどうしたの？そういうこと言うもんじゃねえぞ。なんで？生きネタも泣いてるぞ。暇なんだ。ふざけんな。最低だよ。もうドライブ行かねえってなるよ。普通になっちゃったら切れるよそれ。なんギャグで言って切れられたらこっちも切れるわ。ほら、あとからあとからいいやつ。ゲグリゲー。あふ。じゃあお前と一緒に行ってやんね。秋川神社だって。じゃあ行こう。